ともと僕自身こう地元の NPO 法人やってまして、でスポーツの NPO なんで、こういろんなスポーツ関係の方が手助けに来てくれて、そのなんていうんでしょう、細かい小さなボランティアセンターみたいなことをしまして、いろんな泥かきとかがれき撤去とかやってました。でそういう中でいろんな素晴らしいボランティアの方とか才能を持った方と出会いまして、今こういうゼロにこうゼロ以下になってしまった石巻っていうのを元に戻すんじゃなくて、今チャンスなんじゃないかって。石巻ってもともとなんて言うんでしょう、こう村社会といいますか、あまりこう発言 しづらい街だったんですね。閉じてたって、そのクローズド、はい、何か物事を決めるのはもうどっかでいつの間にか決まってるっていうような感じで、 あんまりこう都会とは違う意味で人に対してあんまり関心のない街だったんですね。それがこう3月11日以来本当にこう命に関わるレベルで必要に迫られて、もうみんなとすぐ挨拶する、会話をする、情報電話も何も電気も何も使えませんから、もうとにかく人と話すしかない。ツイッターツイートじゃなくて本当につぶやきですよね、人とリアルな。それは本当に生命を維持するために必要なこと で、そうすることでどんどんコミュニケーション、コミュニティが生まれてきました。今までいないような、こういう状態をなくしちゃダメだよねっていうことで、このボランティア活動を通じて出会った方たちと石巻 2.0 っていうプロジェクトを作ろうかっていうことにしました。でそれっていうのがこう行政とかが堤防とか建築制限とかいうハード面から復興を当然考えていて、安全第一、それ待ってると安全な街できた頃にはもう人は住んでないよね、全然の人残ってないよね、今動かなきゃダメだよねっていうことで、どんどん空き店舗をどんどんリノベートしてカフェとかバー作ったり、ゲリラ的にライブやっちゃおうかとか、ビルの壁にプロジェクターで映画映したらすごいよね、どんどんいろんなアイデアが出てきました。そのアイデアをどんどん実現していくのが石巻 2.0 っていうことですね。でその中もコンテンツの一つで、ここ自体もう天井までですね、すっかり水没してまして、電気も当然全部なくなってますし、水道管は全部破裂、普通だったらコスト考えたらこんなところを再利用はしないんですけれども、あえてみんなで手作りでですね、プロの大工はいないんですけれども、東京の建築デザイナーとか金物屋さんとかそういう方、全てこう DIY でペンキをみんなで塗ってですね、ここまでバーとしてやっちゃいました。でそういうバー、復興バーっていうのは、そういう街づくり復興を考える人たちが夜な夜な集まって、まあ、よからぬことも含めていろいろアイデアを出せるようなアジトになれたらなっていうことでスタートしたのが復興バーですね。さっきおっしゃったつぶやきっていうか、もうドラクエ状態で、一つの物事を聞くのにどんどんこう、なんですか、そうですね、一人ずつ今日聞いてって、会話をここにこう吹き出しが出てきて、どんどん話していくことにこう億劫じゃないというか、はい、当たり前、はい、みんながそれぞれ恥ずかしいこともなく、はい、でどんどんなんかいろんな人の新たな一面を発見することもできましたね、今回で。これはとてもいい状態で、うん、何かこう押さえつけることのような存在もなく、これは本当なんか理想、なんかこうすごいなくしたものは僕自身いっぱいあるんですけれども、津波で。でも得られた貴重な財産なんじゃないかなというふうに考えています。